東京農工大学は東京都府中市、春美町3の8の1に本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された大学の略称は農工大、農工。農学部と工学部の2学部及び大学院からなる極めて特徴的大学である。高知面積に対して学生数が少なく少人数性教育が実施されている。研究では 産学連携や外部資金獲得状況等が外部から高く評価されている。また、農学、工学、理学などの融合分野の開拓を目的とした大学院である生物システム応用科学府の設立など学問分野の融合に積極的な側面も持つ。小金井キャンパス新一号館2017年5月1日時点。内は女子の学生数をうち数で表す。 国立大学法人化に伴い、2006年7月1日に制定された。全文、基本理念、教育、研究、社会貢献、国際交流、運営の6項目からなる。東京農工大学は1874年に設立された内務省官業領内富士新宿出張所に設置された。 学問書が前身となっているが、農学部と工学部は1949年に、新生大学の東京農工大学として、統合されるまでそれぞれ全く別の教育機関としての変遷をたどった。そのため、略歴及び年表は、東京農工大学として統合される前は、それぞれの専門学校、統合後は、東京農工大学の略歴及び年表として、まとめる。なお、 現在の東京農工大学農学部は、東京大学農学部、筑波大学生物、環境学群生物資源学類と、同じ駒場農学校を起源に持つ。東京農林専門学校1874年に、内務省環境領内富士新宿出張所に、農事修学場として設置される。1877年には、 農事修学場とは別に内務省樹木試験場が設立される。農事修学場は1878年に駒場農学校となり、1881年に農商務省が設立されると、駒場農学校及び樹木試験場は、同省の管轄教育機関となる。1882年に樹木試験場は東京三林学校と解消。1886年には、 両教育機関を統合した東京農林学校が、開校、本科と別科が設置されるが、別科が東京農工大学の前身となる。別科は1890年に帝国大学農科大学に統合される際、お塚となる。このお塚が、その後、1898年、東京帝国大学農科大学実家、1919年、東京帝国大学農学部実家と、 東京帝国大学内での変遷を経て、1935年に東京高等農林学校として東京帝国大学から独立する。1944年には東京農林専門学校へ改称1949年に新学生が施行されると東京農工大学の農学部となった。東京繊維専門学校1874年に、 内務省官業寮内富士新宿出張所に産業試験係として設置される。1884年に主幹庁が農商務省へ移管され、農商務省会小病試験場となり、1882年には取扱い範囲が拡大されて産業試験場と解消する。1891年には、 農商無償仮試験場外孤児部と解消されるが、1893年には元の産業試験場へ戻る。さらに1896年に産業講習所、1899年に東京産業講習所、1914年に東京高等産子学校と解消され、1944年には東京繊維専門学校となった。 1949年に新学生が施行されると東京農工大学の繊維学部となった。東京農工大学繊維学部は養蚕農家の衰退とともにその役目を終えたと判断した東京農工大学は1962年に繊維学部を工学部に改称した。1965年に大学院農学研究科、1966年に 大学院工学研究科がそれぞれ設置された。2004年には国立大学法人化した。東京農林専門学校東京繊維専門、学校東京農工大学科学博物館本館、東京農工大学学部農学部工学部2019年4月より、以下の学科に改祖される。研究科研究組織教育組織付属機関農工務、市場農工務市場は、 FS センターで生産された農産物や加工品などを一般向けに販売するアンテナショップである。食農教育の一環としての情報発信や収集の基地、また農林産物の生産から収穫、販売まで行える実践教育の場でもある。府中キャンパス難問で毎週火曜日、木曜日に野菜、果物、農産物加工品、焼酎などを販売している。 動物医療センター動物医療センターは本学の教育医療施設として機能するとともに半量動物の診断治療を中心に西東京地区における二次診療機関として高度重医療を提供することによって地域社会のニーズに応えることを重要な責務としている多摩地域の高度医療を担う動物病院として最新の設備や診断治療装置が設置されている 外来診療の対象動物は犬及び猫である。ものづくり創造工学センターものづくり創造工学センターは各種の工作機械を備えたものづくりを行う工場である。学部学科を問わず各研究室やサークルが利用できる。また常時2名の職員がおり加工に関する指導、助言を行っている。21世紀 COE プログラム2002年に2件が 採択されている。参観学連携参観学連携では非常に高い評価を得ている。工学部のある小金井キャンパス内にはその拠点となる参観学連携、知的財産センターや特許管理、技術移転を取り仕切る農工大 TLO 株式会社が存在する。高度経済成長期、環境が悪化した野川を守ろうと立ち上がった地域住民の運動に対し、 学科の枠を超えて、環境保全のための研究の側面から教員らが協力した。その結果、現在、地域住民の憩いの場となっている、野川の環境や景観が保全されることとなった。府中キャンパス、府中キャンパスの最寄り駅は、JR 武蔵野線北府中駅で、駅からは、徒歩約12分である。あるいは、国分寺駅南口や府中駅から、京王バス。 テラ91系統に乗車し、最寄りの春見町バス停で降りれば、徒歩2分程度で正門に着く。府中駅から徒歩で通学するものも見られる。キャンパス内には、旧車や牛車、農地などがあり、馬場や馬術部の寮も併設している。小金井キャンパス、小金井キャンパス東門小金井キャンパスの最寄り駅は、JR 中央本線東小金井駅で、南口からは、徒歩約8分。 野のは口からは、どほやクロップンである。校内の学生食堂は、キャンパス東部の2カ所にある。全国の国公立理系大学の中でもトップクラスの女子学生比率であり、農学部の男女比はほぼ5、5である。工学部も科学系の学科や生命工学科があるため、他大学の工学部よりも女子学生の比率が高く、国公立大学工学部全体の女子学生比率が、 約12.5%であるのに対して、本学では21%である。農工大には100を超すサークルが存在する。サークルの多くは、農、工の両学部で活動を行っている。体育系文化系農学部では学生らで農業を行う、高知の会や実際に狩猟を行う、カリブ、発酵食品を作る、発酵ラボなどといった、農工大特有の農ゼミ。 植物研究会や昆虫研究会など他の大学ではあまり見られない珍しいサークルが活動しており農工大の特徴でもある。工学部では自動車を自作し競技に参加するサークルやロボットや機械などを作るサークルなど工学部らしいサークルが存在する。2006年にはロボット研究会 RUR が NHK 大学ロボコンで優勝し、 アブロボコンに日本代表として出場し、アイデア賞を受賞した。2015年には航空研究会が全日本学生室内飛行ロボットコンテストの自動操縦部門で優勝している。近年では農工大で宇宙工学を専攻する学生を中心としたロケット開発を行う宇宙工学研究部が設立され、ハイブリッドロケットの自主開発、 打ち上げに成功している。音楽系サークルも活発で、軽音楽部は9つの大学と交流、ギター部は一橋大学などと交流、グリーンクラブは女子美術大学と交流している。学園祭は農耕祭と呼ばれ、毎年11月に農学部と工学部で、それぞれ開催していたが、2016年度からは農学部だけで行うことになった。 農学部と工学部の盛り上がりの温度差が大きかった。その理由は、工学部内のサークルのほとんどが、工学部会場よりも農学部会場への参加に力を入れていたためである。農学部会場の農耕祭では、環境問題を意識したゴミ集積所の設置、農耕大産の農作物や、加工食品の販売、動物との触れ合い体験など農学部らしい一面も見ることができる。また、 農耕祭と同時に研究の内容を一般向けに展示する科学技術展も開催され、大学の研究成果を社会に還元する場の一つとなっている。府中キャンパス、小金井キャンパス、小金井キャンパス専門大学が運営する学生寮として、小金井キャンパスに男子寮と女子寮を、府中キャンパスに女子寮と男女混合寮がある。いずれも、 経済的困窮度が高い学生を対象とし、入寮願いに基づいて、選考に選ばれた者が入寮できる。外国人留学生に対しては、ケヤキ風量日ヒノキの定員に留学生枠があるほか、両キャンパス内にそれぞれ留学生寮国際交流会館が設置されている。また、外国人留学生は、小平市にある、 一橋大学国際学生宿舎に入寮することもできる。ありがとうございます。